国鉄和布29,500系貨車は、1955年から1961年にかけて日本国有鉄道に登場した貨車である。昭和30年代の国鉄ローカル線においては、貨車に緩急車設備を追加した和布が多数使用されていた。これらのローカル線は貨物扱改良が比較的少なく、なおかつ列車を牽引する機関車も C11 が新し12。 系統の小型の機関車であることが多く、牽引定数が大きくなかったことから、一両で車掌車と有害者を兼ねられる有害関急車は、うってつけの存在であった。この有害関急車のうち、老朽化した車種を置き換えるために製造されたのが、本形式である。本形式は、日本車両製造、川崎車両、富士車両、輸送機工業、 帝国車両工業及び共産工業で650両が製造されたが、その後の二軸有害換球車の新製造備は専用の車掌車に一本化され、本形式以降の有害換球車の造備は在来車の改造によってまかなわれたため、本形式が和布としては最後の新製形式となった。車体の外観等は、 同時期に製作されたよ3500系車掌車とワム9万系有害車の接中的な携帯をしている。貨物室側、旧愛ヨイ線北見愛ヨ駅に保存されている、ワフ2万9574この当時、使用されていた、主な二軸有害環球車のうち、ワフ2万5000系、ワフ2万8000型は貨物に重点を置いたために、車掌室が狭く、また、ワフ2万千0 0 0系、 ワフ2万2000型については、車掌室を広く取ったために、貨物の積載量が少ないという欠点があった。また、その後製造されたワフ2万9000型は、貨物積載量と車掌室面積の確保という点を両立したものの、デッキがなかったために実際に使用するにあたっての不便さが現場から指摘されていた。そこで、本形式については、 貨物積載量をコトンとし、デッキを備えた上に、車掌室もある程度の広さを確保して、双方の接中的な設計としている。車内には、車掌業務用として一人分の執務机、椅子、チョイス等が設けられており、車軸発電機と蓄電池をはじめとする、電灯設備と暖房用石炭ストーブも新生児から備え付けられて、以前の車両よりも乗務環境が向上している。 なお、図色は全車両黒である。下回りは二段リンク式軸箱支持装置となっているが、貨物を積載する関係上、車掌車ほどの柔らかい荷いバネを用いることができなかったため、最高許容速度は時速 75km である。また、本形式は車体の半分が貨物室となっているので、貨物積載時のバランスを取るために、デッキした部分に、 コンクリートの支柱が積まれている、本形式の貨物積載量5トン、車掌室デッキという構成は、運用する側でも扱いやすかったため、和風25000系、和風29000型といった貨物室が広くデッキのない有害環球者を業務環境改善のために近代化改造する際も、本形式のこの改造で、和風25000型は、和風35000形式に改められたが、 和布二万九千型は、改版されなかったほか、和布三万五千型は本形式とは、窓配置や、デッキなどの外観が異なるが、和布二万九千型は本形式とほぼ同じ外観となっている。本形式は、国鉄の二軸有害関球車の決定版として、全国のローカル線で使用された。本形式に限らず、有害関球車は、小口貨物や貴重品輸送、あるいは郵便車。 荷物車の代用としても使われた。しかし、ローカル線の貨物廃止と、1985年3月14日のダイヤ改正で実施された貨物列車への車掌車連結廃止によって用途を失い、1986年度に形式消滅した。日高本線宇都前駅和風29,984、小樽市総合博物館廃車後は一部で保存されているほか、 廃車体の一部は、無人駅の駅舎に転用されたり、一般に売却されて、事務所、倉庫等に転用、改造されたものも各地に多く存在する。保存者については、以下の通り、ありがとうございます。